さんこんばんは、豊田萌です。皆さんこんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスです。はい、ピクシスのキラキラ大作戦。この番組のコンセプトは、私たちの好きなこと、興味のあることを何でもやっていく、おもちゃ箱をひっくり返したような番組です。バン。なんかあのマータンユリリンで地雷メイクのコスプレした時に、うん、すっごい反響があったって聞いて、うん、だから私たち今日地雷メイクしてます。いっぱいの人が見てくれますように。つなぎちゃダメかな。どうかな、どうかな。でもなんかちょっとさ、海外の子供みたいじゃないの、ちらこのつなぎと、うん、このなんか大きめのな黒いリボンでなんかパーティー行くのかな、このウェーブの感じも、うん、こうやってなんかいるじゃん、こういう可愛い子、うん、かわいい、まあ自分でねこの可愛い子っていうのが一番大事なところだね。そう大事、うん、そこが一番大事な形容詞なんだけど、まあ、そうどうかな、地雷メイク大きいリボンでも、そうこれやったらそう視聴率が上がるらしい、うん、って聞いたからさ、うん、上がるかな、みんなどう思う？どう？いつもより視聴率上がってる？上がってると思う。マータンユリリンに負けじと地雷で対決しよう、うん、つなぎで？うん大丈夫、中身の地雷度なら負けない。そうだね、うん、そうだねって私が言うのもなんだけど、そうだね負けない、うちら負けてない。そうなの？まあでもマータンユリリンも地雷かそうかな、うん、マータンユリリン地雷かな、うん、地雷感ある？あるあるある、まあ、すごい似合ってたけどね、メイクと服自体は、うん、可愛かった。マチコがたくさんなんかキラキラキャーンってなんか動いてる動画インスタに載せてた、うん、可愛かったよね。可愛かった。あ、お誕生日会でチーズケーキ食べましたねえ、こんな下手な人でしたっけ？え、こんな急にこんな下手な人じゃないはずですよ、私の知ってた豊田さんは。意外とこういうの大回しできる人のはずなんです。スムーズにやるタイプなんですけど今日は地雷なんで。食べたね、チーズさ、やっぱ美味しかった、うん、持って帰った、持って帰って、そう家でも食べたけど、あー、私も食べた、美味しかった。あれからハマってさ、うん、普通に買うようになっちゃった。チーズね、うん、いいよね。やっぱなんかさ、サイコロサイズのさ、ブルーチーズみたいなの分かる？ベルキューブみたいなやつ、みたいなやつ、そう、あれめちゃめちゃ美味しいんだ。美味しいんだよね。あれみんな食べな。あれもずっと夜食べれる。ね、食べた方がいいよ。できる。でなんか今巷でスタイルキューバ食レポダメ説っていうのがささやかれてるらしい。そうなんだって。知らなかったよ、私そんなの。私結構知ってた。知ってた。うん、当事者。あなたもだよ。いやそれもちょっと下せぬ。うん、もともと私とミクはダメなのはもうみんな知ってたと思うけど、うん、キャリさんがね、石原かおりパイセンが私の番組に遊びに来てくれて、うんうんうん、そうだね、その時食レポやってたんだけど、うん、ひどかったなんか安心した。後輩ながらひどいなって、うん、安心した。あ、血筋だと思って。血筋うん、もうそういう血統なんだと思って、このスタイルキューブの血が、うん、操作してるんだって。みんなできないんだなって思った。私と同じタイプの、その同じ違う商品で例えちゃうみたいな、ヨーグルトを違うヨーグルトで例えるみたいなそんなことあるそんなことある、うん、やってた。ヨーグルト、うん、何々ヨーグルトみたいみたいな。ヨーグルト食べて、ヨーグルト食べて、うん、で私もやった。それ確かに、うん、萌さんもそのタイプだもんね、うん、食べ物を食べ物で例えちゃうからさ、うん、あんまり良くないもので例えたりもするしね。そうで、私だいたいおせんべいとかおまんじゅうが出てると、うん、ほうじで食べるやつだって言っちゃう。あ、これはほうじで食べるやつだ、ほうじフードだ。もう食べてからの食レポじゃなくてもう、うん、このほうじのやつってダメだね、言っちゃうから、なんか良くないみたい。ダメだねそれは。うん、でキャニさんもそんな感じだった。あ、そっか、うん、で、でまあそうね、そう、私も得意じゃないけど。 NG だったんだって、キャリさん食レポ。え、食レポ NG だったのに、うん、流れに任せてやらせてしまったの。やらせちゃったの。それはマネージャーさん怒ったでしょう。誰も止めなかった誰も怒ってなかった。悪いね、大人が悪いね。大人が悪いよ、大人が作り上げてるから。 NG にしてんのに、そう大人が何もやないの、大人が悪いそうだよ、そういうイメージをつけようとしてんだから、大人が戦略的だね。そうだよ、戦略的な食レポの下手さで売ってるんだから。そうだったんだ、はい、それは知らなかったよ。皆さん受け入れてくださいこれがスタイルキューブです。お願いします、お願いします、お願いします。はい、それでは始めていきましょう。ピクシスのキラキラ大作戦スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦
真面目にフリートーク。まあ、いつもちょっといろいろやりすぎちゃってたもんね。そうだね、なんか小芝居したり、いろいろショートコントやったり、やってたから普通の話しよう、じゃあ最近の悩み悩み、近況トークとかじゃなくてシンプルなプライベートの悩みってこと、最近の悩みありますか？ある。何？私さ、あんまり、その病むことってあんまないんだけど、まあそうね、地雷とかけ離れた人だもんね。ないんだけど、すごい最近病んでて。え、珍しい。何が理由かっていうと、不健康なのあ、それメンタルっていうか体が病んでる、もしかして違う、あのなんか、そう、なんか不健康だって自分で気づいてちゃう時がたまにあるのよ。私はずっと思ってたよ、ミクって不健康だなって思ってた思ってた。気づかせないで言ってくれてたんだ、優しいね、ありがとう。それがデフォルトかなって思ってたから。そうそう、なんだけど、私の中では健康でいられてると思ってたの、常に。なるほどね、そう、だから病んでもなかったの、ね、病んでなかったの、でも急にあれ、私って不健康だったのかもって思って。それなんで思ったの？なんか、あ、ちょっとこう、あれ今日調子悪いなとか、で、あれおかしいみたいな感じになって、でよくよくこう辿ってみたわけよ、食生活を、まあこうなるわなみたいなあ、気づいた。そうそうそう、まあ誰のせいでもなく私がこう、あれ、ああそうだねって連チャンでちょっと食生活良くなかったなとか、そういうのを思うと、あ、私って健康を意識して生きていたのに、健康じゃなかったっていうことに私は今へこんでるの。ていうか意識してたんだ。そうだよそうだよ、ずっと意識してたんだ。だってイベントの名前にするぐらいだから相当意識してんだよ。ビフティング&ヘルシーって名前、ずっとやるくらいの女だからね。もうね、そう、26歳始まって、もう絶対それをベースにしていこうって思ったのに、早々になんかやらかしちゃって、なんか本当にへこんでるの。あ、私本当に不健康なんだってで、ちょっとじゃあ健康になろうと思って、自分でなんか料理でもしてみるかって思って。いいじゃんいいじゃん、なんか味噌汁とかさ作ってみようと思うのよ。まあまあまあいいよ。そうそう、まずはまずはね、そうやっぱ発酵食品だしさ味噌使うから、ね、味噌使うからと思ってやろうと思うんだけど、本当にまずいのえ、味噌汁ってさ、まずくなることあるんだ。いや本当にまずくて、もう味噌汁が嫌いになっちゃうのよ味噌汁ってどうやったらまずくなるの？でも本当にそれでもちょっと私にはこう自分で作ってこう体をうまくこうね、健康にしていくっていうのは不可能だって思うじゃあ味噌汁以外でチャレンジしなよ。え、いやだってまずはさ味噌汁でしょ。え、待って、味噌汁どうやって作ってんの？そう、まずくなる味噌汁が誰も想像できてないと思う。え、味噌汁上手にみんな作れるんですか？うん、作れる。出汁入りの味噌だったかも。え、本出汁は？本出汁も入れて、出汁入りの味噌を溶かして入れて。まずいの？まずい。なんで不思議なんだよ。何？具は？具具？そん、いやでも普通だよ、わっかめとか、わっかめわっかめとか、あとなんかほうれん草とか、なんか体に良さそうな、あ、まあまあまあ、緑系ね。そう、緑系をいっぱい入れたんですよ。何がダメだったんだろう。本当にまずいの。苦いんだよね。あ、でもそれほうれん草じゃない？あ、そういうこと？ほうれん草を煮出しすぎて、多分あの煮汁がそのまま出てんじゃない？あー、なるほどね。だから一回ほうれん草茹でて切ってからのものを入れたら苦み出ないよ。あ、そうなんだ。確かにそのまんま直で入れてたからそれだよ。洗って直でこうだった。解決。あまりにもね、麺を取りすぎそうだね、そう。だからそれもちょっとあの理由の一つだろうなと。絶対そう。あとカップ麺を食べすぎ。そうだね。そう、分かってんだよ分かってたんだよ、分かってたのにできなかった自分に。そう、へこんでるの。健康の原因はそれです。そうですよね、はい、でこっから私健康になるから。お、いつまでに？26歳はもう健康で26歳。27歳まで健康で。あ、1年間限定27から27からは1年限定で健康にいられるようにちょっと私努力しようと思う。自分の体のために、
こうなんか味噌汁は作れるようになろうと思う。そうだね、さすがにね、味噌汁作ろう、うん、そうするね。じゃあみんなミクの健康を応援してましょう。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと深い悩みだったね。そうだね、結構重めだったわ、うん、重めな悩みだってごめんね。チライメイクで言ってたからなんか似合ってたよ。そうだよね、ちょっと闇が出ちゃったわ、私のミクのちょっと珍しい病んでる部分が、病んでる部分出ちゃって恥ずかしいわ。恥ずかしいね、うん、魚食べようね。魚もね、うん、DHC DHC とオメガ、オメガ3、オメガ3、オメガ3、エクストラバージンオリーブオイル取ろう。エクストラバージンオリーブオイル、あ、CM でやってるやつね。そうそうそう、あれ体にいいらしいよ。あ、そうなの、うん、オリーブオイルも食べるね、うん、あれにしよう。はい、フリートークは以上です。終わりですか？これはいいの、触れなくて。萌えさんの、萌え、トヨタ萌えデビュー10周年記念初オリジナルミニアルバム制作プロジェクトのオリジナル曲3段目、うん、はい、3段目です。1番じゃなきゃ意味がないの、デモ音源が公開と。 ありがとう、ちゃんと触れてくれた。今公開中でございます。これどんな曲なの？ラップしてる。おお、いいね、ラップ。ゆるゆるラップ。ゆるゆるラップ。うん。似合いそう。もうすっごい想像以上にゆるいゆるゆるラップ。ゆるラップじゃなくてゆるゆるラップ、ね。ゆるゆるラップ。注目のポイントは。絶対可愛いじゃん、ゆる可愛い。そう。このゆるラップ。そうなの。可愛い声で歌ってます。うわー、聞きたい。一番じゃなきゃ意味がない。あの、三番目の女じゃダメだよっていう歌。え、内容は重いね。内容地雷じゃん。地雷メイクっぽい。私ヒロインだと思ってたのに、あ、うん、3番手、あ、カマセイヌだったんだ私っていうのを気づいた女の歌。ゆるラップで歌ってん、あ、ゆるゆるラップで、うん、それをゆるゆるラップで歌ってます。うわー、それはちょっと入ってくるね。ちょっと聞いたらグッと入ってきちゃう、ね、刺さっちゃうかもしれない、ね、なかなかね面白い楽曲になってるので、うん、ぜひ聴いてください。クラウドファンディングもスタートしたと。このタイミングはスタートしていると。してますんでよろしくお願いします。ハロウィンからスタートしました、皆様。ハッピーだね。ハッピーよろしくお願いします。伊藤さんの話もしますか、じゃあ。うん、大丈夫です。大丈夫、健康の話したから。これは、うん、大丈夫、もう健康の話したら大丈夫。じゃあちょっとメールいきますか、はい、メールいいですか。キラキラネーム、トーケさんです。ミックもいし、ピクシース、ピクシース。先日開催された剣道将来アイドル武将セカンドライブフッコの大号令に出演しました。ありがとう。念願の生ライブで歌っている姿は可愛いだけじゃなくてかっこよかったです。キャストの皆さんが楽しそうにしているのも見ていてほっこりしました。さらにニョッキッキゲームでのキュンキュンセリフも面白かったし、事務所の後輩やキャストのみんなから褒められまくって照れてる萌石も見られたしで最高でした。アニメ化が現実するのを楽しみにこれからも応援していますね、と。ありがとうございます。そうなんだ。そうなの。ニョッキゲームなんてものをしたんだ。ニョッキッキゲームね。あ、ニョッキッキゲームなんてものなんだ。ニョッキ美味しいよね。うん、ニョッキも美味しいけど。え、これそう、1ニョッキ、2ニョッキ、3ニョッキ、4ニョッキ、4ニョッキ、1ニョッキ、2ニョッキ、3ニョッキ、1ニョッキ、2ニョッキ、2人だとつまんない。何このつまんないゲーム。何、2人だとめっちゃつまんないんだけど。全然盛り上がらなかったね。そうか、大人数でやると盛り上がるね、これは。そうで、一応そのままニョッキッキっていうのもなんなんで、うん、なんか旗を持って一天下みたいな、その武将にちなんで、ね、一天下、二天下、三天下みたいな。三天下取れるのすごいな。でもさ、天下って一だけだよねっていう、私も最初に突っ込んだんだけど、うん、二天下って何みたいな言ったんだけど、でもそういうので負けた人なんかキュンキュン戦国萌えゼリフみたいな、誰にも刺さらないような、誰にも刺さらないキュンキュン萌え、誰にも刺さらない、え、それめちゃくちゃ難しいよ。そう、なんか甲冑がずれてますわみたいな、そういうなんか誰にも刺さらないよねみたいな、寺子屋帰りみたいな、そういう刺さらないね。そうそう、だ、本当に誰も今キュンキュンしてなさそうだけど大丈夫っていう、うん、のをやんなきゃいけないんだ、まあね、ネタだね、もう完全に、ね、あ、そうなんだ、難しいね、難易度がっていうのをやったりとかね、いろいろ。なんか女子力が一番高そうなの誰みたいなやつで圧倒的票数もらってた。確かに確かに。まあまあまあ、だってあれでしょ、みんなお友達でしょ。まあ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 、まあ、お友達もそうね、うん、みんな お友達いっぱいいるもんね。まあ、お友達いっぱいいる、あの、ね、みんなお友達だったらみんな気使ってるんだよ。お友達ほど入れてなかったか、私に。あ、お友達ほど入れてなかった。そうそう、お友達ほど入れてなかった。あ、そういうこと。そう、萌えさん、萌えさんって言ってくれる子たちが入れてた。あー、じゃあやっぱ印象はあるんだね、そういう。そう、
そうみたい、女子力が高い印象ね、うん、そうみたいよ。でその花谷真希ちゃんっていう子がさ、うん、最近後輩になったからさ、うんうん、スタイルキューブに入ったんです、そういえば、うんうん、だからその真希ちゃんがずっと私の名前挙げてくれてて、すごい忖度できる子あの子ずっとあの子できる、ずっと萌えさん選んだの、うん、なんかできる子だね、なりたい顔はみたいな、この中で誰の顔になりたい、トヨタさんこの中で一番女子力が高いのはトヨタさんやってるなやってるやってるなやってないよ、本気で思ってくれてる真希ちゃんは、やってるよ真希ちゃん、本気で思ってる真希ちゃんは、うん、話聞くから怖くないよ大丈夫、あのなりたい顔は中島由紀さんと豊田さん2番手じゃん最初これで中島由紀さん書こうって思って、うん、あ、やばいやばい豊田さん、豊田さんが書かなきゃ思ってる、一番最初に出てきた豊田さんはやってます、これは忖度されてますっていう楽しいイベントでした、よかったですね、はい、ありがとうございました。番組では皆さんのメールをお待ちしています。メールアドレスは pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便りお待ちしています。ピクシスのグレーテルセラーズ合わせろよ続いてはこちらをお送りします。ピクシスの〇〇大作戦、バーン、まあ、毎回一つのテーマを打ち出していくこちらのコーナー、〇〇の部分はその都度変わります、うん、ということで今回の作戦はこちら、ミクシスのワッペン大作戦、出たあー寂しい、右がもうすっからかんですね、どうして、あのなんか結果あの帰ってこなかったそうです、なんで？なんで私のワッペン帰ってこないの？だからその、うん、もうごめんなさいっていうことで今回あのワッペンご用意していただきまして、新しいやつこの中から選んでもう好きなだけつけていいよって。でもなんでもいいわけじゃないんだよ、愛着っていうものがさ長年連れ添うと湧くじゃん、それじゃなきゃダメなの。おー、なんか違う、めんどくさいこと言ってるな、違うもので代用したってテンション上がんないよ、めんどくさいこと言ってワッペンに対して、だって見てなんかわなんか確かにセンスセンス疑うねちょっとセンス疑うねこれねほらモルカーとかついてたもんね、ミクのはさなんかほらシャチとかさピノとかさ可愛いリボンとか星でさなんかキラキラしてるの見てこれあれおかしいな違うじゃんだって、ま、るねモルカーとかイチゴとかいっぱいいたもんね、のはさなんか、ま、車もさなんか違うじゃん、な趣味じゃないじゃんこれ私な、働く車のシリーズ働く車、まあ、キュンと来ないの、うん、私来るからもらっちゃうかもじゃん働く車少年だね働く車とかさほらでもなんかイチゴもちょっとなんか時期じゃない、しかもさピンクにさピンクのイチゴやったらもう見えないよねなんか時期じゃない色してるじゃん、うん、まあ、売れてないじゃん全然、あの真っ赤なのが可愛かったもんね、テンションかさ分からないじゃんこんなんじゃ違う違うどうしたんだろう、どうしたんだろう、違う、あ、違う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 、もうこれだけで十分だねじゃん、違う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 、そんなに、そんなに違うって、そんな好きだったんだ、違う、違う、あ、じゃあこれ、これでいいよ、あ、これ全部許されましたあの、恋と、なんかに、和のやつに許されました、ちいかわで、全部なんだ、ちいかわあるなら言ってよ、あ、もうそれじゃあ、でも3つありますけど、どの子をどこにつけるかっていうのも問題ですし、全部よ、え、これはさ、前モルカーはさ、私も1個ちょうだいよ、なんでえ、いいじゃん、なんで、え、ダメな、3ついるからさ、なんで3ついるから1匹ちょうだいよ、私にもちいかわ、じゃあ、う、和選手権和選手権って何、 うと和だけでちいかわを表現してください、う、わ、はい、落選ですありがとうございました、くそ、はい、
ちゃんと厳重な検査調査をした上で審査をした上で落選でございます。おかしいな。その代わり働く車と恋もあげます。いらんって恋は。シャチいるから、シャチの餌、もう餌シャチ食べないよ。シャチの餌にしな、これ食べないって。これ一点物。いや、これしか置いてなかっただけでしょ、店に。一点物じゃない。いいな、ミク一点物って。なんでよ。あ、ちょっとミク、あ、待って、ミク店、これいいじゃん。見えます、ちっちゃいお寿司。しかもなんか上からつながってるお寿司。やだ、かわいいね、これかわいいじゃん。あ、カットして使えるんだって。カットするの、でもつなげちゃいなよ。確かに、これはつなげるべきだ。寿司はつながってた方がいいんだから。シールワッペンだって。つけてこう。あー出た。あーかわいい、かわいいじゃん、いいじゃん。なんかちょっとここら辺によってバランス悪い感じがちいかわっぽくてかわいい。サイコロ、サイコロなんでだよね。あ、どあ、スゴロク。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、なんかいいじゃん。バランスもバランス悪いな。いいじゃん、いいじゃん。なんか違う。何が違う。なんか可愛くない。なんか可愛くないね。なんかなんか渋滞してるだけで可愛くないね。え、可愛くない。どうしたらいい。なんかミクの可愛くてずるい。ほらカラフルで、え、可愛い。やっぱ星とか、星だよ、星。星ね、星とかイチゴ。あ、イチゴね。なんかさ、くすみカラーなのよ今回。トレンドだから。星もイチゴもくすんでんのよ、トレンドだから。星どこ。じゃあ星好きなとこに貼ってみたら。ここら辺に散りばめよう。動物園に中につけよう。かわいい。中につけた。かわいい。なんかベルトのさ、あれみたい。止めるとこみたいになってて、かわいい。あれどう。なんかちっちゃい、細かくない。なんか細かいのが多いんじゃないの。何がいけない。細かいよ。細かいね、うん、でもなんかミクも別に、でもそっか、バランスがいいのか。ミクのはイチゴがね、くすんでんのよ、ずっと。くすんでる。くすみからで、なんか映えないのよ。くすんでるな、見えないしな。あ、じゃあ最後分かった、この子って決めよ。あ、まあこれか、これがあればいけんな、うん、閉まる閉まる。この子って決めよう、うん、動物を集めてみました。いろんな種類の動物が集まった。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと賑やかになった。いろんなタッチの動物が集まりました、うん、愛せるようになってきた。よかった。おい、悪くないかも。悪くないね、うん、はい、はい、できました。できました。これをちゃんとね、後でアイロンでね、やってもらって、まあ、萌さんのね、ワッペン問題も解決したということで、おめでとうございました。何ですか？大人だから、私、うん。大人はそんな顔しないよ。文句言わないから、大人だから、うん。そんな顔しないもん、大人。大人だとそんな顔しないよ。なんか、ごまごましてる。賑やかだよ。なんか画面で見たときに、全然可愛くないね。なんでだろうね。ちょっとこれはまあ配置は要相談で。そうですね、うん、後でちょっと相談して、はい、本付けしてもらいましょう、はいはい、とりあえずワッペンが帰ってきてよかったです。ありがとうございました。以上、ピクシスのワッペン大作戦でした。ピクシスのキラキラ大作戦。お送りしてきましたピクシスのキラキラ大作戦、エンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています、はい、普通歌はもちろん皆さんの宝物に関するメール、三星大作戦への質問、二択三択大作戦のどうでもいい二択、キラピク VR 宛てのメールなど何でもウェルカムです。たくさんのお便りをお待ちしています。
はい、ここでピクシス情報です。データ前オフィシャル萌えチャンネルよろしくお願いします、うん、そこにデビュー10周年記念企画ミニアルバムオリジナル曲第1弾第2弾第3弾のデモ音源ワンコーラス公開しております。そしてクラウドファンディングは無事スタートしていますのでどうぞよろしくお願いします、うん、そして11月9日から13日までティアットスカイホールで上映される朗読劇恋と嘘に出演させていただきます。出演スケジュールは公式サイトで確かめてね。はい、私からのお知らせです。ブルーレイ伊藤美久レイブツアー2022ワッタソース、伊藤美久ミュージックビデオクリップそれぞれ発売中です。そして11月19日横浜アリーナで開催されるアニマックスミュージックス2022のパート2に出演します。2が多いな。そして12月3日に沖縄県南城市で開催されるあら白い砂のアクアトップスペシャルトークイベントに出演します。沖縄行きます。観覧は無料ですけれども、すごい事前のお申し込みは必要でございます。お、大事。申し込み期限は11月5日23時59分までとなっておりますので、詳しくは南城市観光協会のホームページお確かめください。お願いします。そして番組からのお知らせ、ニコニコ動画セカンドショートチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと放送に入りきらなかった部分を丸ごと、まとめたアーカイブ完全版を楽しみいただけます。キラピクの通常版は YouTube でも配信されています。ぜひそちらもお楽しみください。です。そんな落ち込まないでよ。くよく見たら可愛いよ。なんか賑やかでさ。どう？タンスって言われた。ガラッて開けたら出てきそうだよね。あ、ここにいたんだ。ガラガラ。おあ、いたな、あったな、みたいな。懐かしいって、ね。端っこにね、うん、なってそうだよね。まあ、可愛いじゃないですか。いいです。いいじゃないですか、そんな。うん。そうだよね。そう、あとだってもう残りはこれしかありません。だいぶ使いましたんで、エクイエクイしかありません。か、イクエイクエかイクエかイクイしか、イクエちゃんにします。ちょっとイクエつけます。イクエもつけて。じゃあ大人だから、大人だからね、大人だから受け入れられるよ。そんな、いいじゃないの。そんな顔しないでよ。大人そんな顔しないんだから。うっ。わっ。入っちゃった。それで許されるかな。わっ。それで大丈夫かな。ちいかわ。こんなにちいかわやってんのよ。私まだ処理の仕方わかんない。ちいかわの扱い方。毎週最近出てくるのに扱い方最後わかんない。慣れてください。わかりました。それではそろそろお時間です。お相手はトヨタモエと伊藤美久。ピクシスでした。またねー。